はようございます。10月15日火曜日の朝です。今日もお天気がよく気持ちのいい朝です。ゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして床と体がどう接しているのかを観察してください。股関節の高さを比べてください。そして股関節を少しもぞもぞ動かしてください。左右どちらが動きやすいですか？この動きで体のどのあたりまで動きが伝わっているでしょうか？では動きをやめて頭を左右に傾けてください。では両膝を立ててください。そして右足を外側に倒して左足を右足の足の裏、足首のあたりに置いてください。では楽な位置に、そして左の足の裏で優しく優しく右足のすねを撫でていきます。膝の方向に撫でていったり戻ったりしてください。この時に左膝は天井を向いているようにしてください。そして傾かないと動かないようになったらもう戻ってください。天井を向いたまま優しく優しく右足のすねの内側ですねを撫でていきます。ぐいぐいぐっと押し付けるようにじゃなく、そっとそっと右足がとても気持ちいいなと覚える、そんな優しさで撫でていってください。優しく撫でていると左足の足の裏も優しい感じになって柔らかくなるかもしれませんよ。左膝は天井を見たまま、そうすると体の他の部分にはどんな動きが生まれていますか？股関節、右の股関節と左の股関節の動きの違いはどうでしょうか？どちらの方向に動いていきますか？そして上半身は膝が天井見るためには上半身はどちらに動いていくとこの膝が天井がやりやすいでしょう。
頭はどう動きますか？頭は天井を向いたまま、膝と同じように天井を向いたまま。でも動きはありそうですか？首を固めず、この動きをやりながら、頭は天井を見ながら左右に動かしてみてください。首も柔らかく、股関節も固めず、呼吸は止めず、そうすると尾底骨から頭蓋骨まで連なっている背骨はどんなカーブを描きますか？では動きをやめて、両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。股関節の高さ比べてください。どちらが床に近いでしょうか？背中、肩甲骨のつき方は左右、違いがありそうですか？ではもう一度両膝を立てて、今度左膝を外側に倒します。右足を左足の足首の上に乗せてください。優しく優しく膝の方向に、右足の足の裏で撫でていきます。ソフトに優しく、そーっとそーっと撫でていってください。どこで撫でるのが良さそうですか？足先でしょうか？それとも土踏まずのあたりですか？かかとでしょうか？いろいろなところを使って撫でてみてください。どこが一番ソフトで柔らかく、左足のすねの内側を撫でていくことができるでしょうか？呼吸は止めず、柔らかく柔らかく、最も膝に近づいたところでストップしてください。膝が天井を向いているところですね。そして最も膝に近づいたところ、そして頭を左右に傾けてください。ゆっくりと足が、右足が左足の足首の方に戻ります。そしてそこで呼吸を2回くらい、ゆっくりして、体の力抜けてるなと思ったら、その抜けてる感じを壊さないように、また足の裏で左足を撫でていってください。両手は床の上でどんな動きがありそうですか？両手も自由に動かしてください。心地よく心地よく全身でこの動きをやってみてください。では
ゆっくり足を戻して、両手両足を床に預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて、体全体が床の上に優しく接しているでしょうか。股関節もぞもぞ動かしてください。最初に比べて股関節の動きが軽くなっていますか。では股関節の動きをやめて頭を左右に傾けてください。この頭を傾ける動きは体のどのあたりまで影響していますか。では起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。股関節結構こう滑らかに動くと上半身まで影響があって、体全体がなんかゆったりとしたそんな感じがしますが、皆さんはいかがでしょうか。皆さん今日は日本代表オーストラリアとホームで戦います。念願の地上波の放送があります。テレビ朝日系列7時半キックオフですね。ぜひ皆さん一緒に応援しましょう。では良い一日になりますように。いってらっしゃい。